あの長官、ふざけた命令しやがって。当初の兵站拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと？目的も何も分かりゃしねえ。ジャン、それじゃあどうするの？どうするって、そりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろ、アルミ。何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。じゃん、僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近。行くぞ、アルミ。巨人接近。ここで食い止める。各員、戦闘開始。ついてきてくれ。私も行くよ。森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づく巨人を排除せよ。迷惑かけてごめん。巨人を森の中に入れなきゃいいんだろう。防衛班がやられて巨人が森へ入ったら僕らの負けだ。死守しないと。巨人が森の入り口へ接近。頼んだよ。分かったぜ。了解。頼んだよ。頼んだよ。了解だ。行くよ。こんな場所じゃ立体機動装置が活かせない。頼んだよ長官。どういうつもりだ。負けるもんか。頼んだよ。了解。頼んだよ。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。片付いた。あの縁談、助けが必要だな。あっちでクリスタの班が苦戦してるみたいだ。どうしよう。が出た班の援護に回れ。はい。アルミ、私も一緒に行くよ。ああ、助かる。よし、行こうぜ。救援要請か、待ってろ。
誰か手を貸せ。今助けるから。頼んだよ。よかった、無事だったんだ。シンペイ、お前はそっちの班の援護へ行け。ここは俺たちに任せろ。はい。おいクリスタ、お前についていくよ。他のみんなは大丈夫かな。あの縁談、助けが必要だな。
ままはさせない。ミカサ、援護するよ。ありがとう。私は入り口の守りを固める。ああ、頼んだ。あっちはコニーのいる班か。向こうにも配送があったはずだ。確保すれば有利になる。チクショウ、負けてたまるか。新兵、無茶するなよ。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。僕だってやってやる。頼んだよ。分かったよ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。へましちゃった。頼んだよ。頼んだよ。すまねえな。ここは俺たちの班が守っておく。ああ、頼んだよ。補給物資の運搬中に襲われるなんて、まずい。援護してくれ。ベルトルト、今助けるよ。索敵班が突破されたようだ。巨人が来るぞ。各員、巨人を一匹も森へ入れるな。死守せよ。やったぞ。飛行士だ。俺たちを無視して森へ向かっていく。まずい、止めなきゃ。補給物資配置完了。かかってこい、アホ。頼んだよ、頼んだよ、頼んだよ。負けるもんか。巨人め、来やがれ。
分かった。ライナー大丈夫？無事だったの？ああ平気だ。俺は撤退するしかねえな。負けるもんか。頼んだよ。分かった。頼んだよ。分かったよ。頼んだよ。もらっていく。